ああ、こんなに大きかったんだ。大きかったっすね。ああ、これは大きいや。ちょうどあの、こんな。こっちの扉の右側の内側に、うん、ありました。ありました。ああ、これは大きかったね。この時期にしてはでかいですね。ああ、場所がいいとこだな。よかった。よかったね、でもね。うん、あれ、ワンちゃんのあれ、餌のやつですかね、中に入ってるやつって。あ、なんか入ってました。なんか入ってた。今はね、見ない方がいい。まだ。なんか、何入れたか覚えてる？ボールが2つ。あ、入ってました。ステンレスの。うん、そうだそうだ。水飲ましたら、もし、その場合は、しっかり洗ってもらって。あ、殺虫剤がね。うん。100円ショップかなんかで貸し出した。ここで焼肉やった時に使っとく。クルですね。いや、捨てちゃえばいいよ、そんなの。こういうのって、その、いわゆる、女王蜂がいなくなっちゃえば、もう作らないんですか？そうです。その場所には。ただ逆に女王蜂が、うん、あれなんか殺虫剤かなんか入れました、うん、やりましたよね、うん、ちょっと警戒してて、うん、動きもちょっと変だったんで。ああなるほどね。これね、最初こっちで刺された時にね、慌ててね、殺虫剤なんかそこに置いてたら持ってさ、はいはい、機械そこを下ろして行ったから持ちながら行ったんだよ。機械も持ってこないじゃないですか。そしたら一匹来てここを最後に刺されてさ、はい、その時に殺虫剤でこうやったんだわ。ただ入るとこまで見なかったから、入るとこはすごいね。バレーボールぐらいあるね、うん、この時期にして大きいですね、うん、じゃあ山だから安全、場所が安全だから環境がいいです。環境がいいです。育っちゃったんです。涼しくて静かで、うん、久しぶりだもんだって。俺はまた臭かったの。そうだよね、ここずっと放置してたから、うん、そう、来なかったから。これ機械の音やなんかもなんか感じるんかね。草刈り機 の、うん、あのエンジンの音とか、うん、あとこういうところちょっと削ったりすると、うん、振動がいったりするんですよね、うん、草刈りやってる時に皆さんよく刺されちゃうんですね、うん、そういうことか。この間ね、2、3日前にもテレビで死亡した人いたね、ニュースでやって、それからおっかねえからそのまんますぐ病院行ったと。機械なんかどっちでもいいやと思って、機械持ち行ってまた刺されちゃったから、ね、こんなに腫れちゃえばね、だいぶパンパンかゆいだよ、さっきから書いてて、うん、痛みは取れた。痛み取れた後がかゆいんですよね、うん、2、3日かゆいわ、うん。あまり腫れるようだったら少し冷やしたりとか。ああ、そうかね。冷やすのが一番いいかもしれない。冷やしたらいい。じゃあタオル、冷やして、氷で冷めちゃうのに、これ当てておいてもいいかもしれない。よかったよかった。ありがとうございました。助かりました。すぐやっていただいて。なんかこんなでかいのが、おっかないね。他にもあったな。